ばんは。こんばんは。皆さん、そうなんですよ。ちょっと皆さんにお知らせしたいことが皆さんにお知らせしたいことがあったのはショールームのイベントでした。参加することにしました。ちんちょうげさん、ソリアさん、ザンタクさん、ギターマンさん、ウミガメさん、イワシアさん、ハイキーさん、ズーミーさん、ジャボテンさん、クジマサさん、ソリオさん、ヒカルさん、ユキハさん、トールさん、ギフトありがとう。最近のヒアリングの謎が解けました。そうなんですよ。なんか迷っすごいこの間ルームズデーがあったのですごい迷ったんですよ。またイベントがあるってなったらなんか数ヶ月おきにこうやってイベントをでなんか負担をなんかかけてしまうのかなみたいなって思ったんですけど、でもちょっと挑戦したかったのでショールームイベントに出ることにしました。よろしくお願いします。どうぞ応援よろしくお願いします。2月3日からです。2月3日から9日、あさっての17時からで終わりが、9日の19時59分までとなっています。1週間イベントがあるのでその間に、そう節分からスタートですうん、2月9日までです。
その間にいろいろ配信の中でいろんな企画ができたらなと思ってます。待って、え、ちょっと待って、私が発表し参加発表、え、え、びっくりした、知らなかった。今知りました。え、私がこのショールームイベント出ますって言った1分後に卒業のお知らせ。本当だ、今見たら、え、ちょっと、嘘かと思ったら本当だった。まあ嘘なわけないけど、この公式アカウントから嘘をつぶやくわけないから、ね、不思議だからね。そうなんですか。ちょっと南さんに LINE、ありゃ、そうなんですか。ちょっと待って、じゃあ南さん、ももちゃん、おきさん、みちさん、ゆみりんさん、君は何を後悔するのかから
5人いなくなる。アフタートークも今終わった。そうなんだ。本当なんだ。こんばんは。こんばんは。押せるときに皆さん押しを押してください。私は2月3日からのショールームイベントに出るので、皆さんも後悔押しとけばよかったなって思わないように、イベントでもぜひ応援していただけると嬉しいです。お願いします。こんばんは。よしきさん、ちゃいこさん、うりんちゃん、あんちゃん、やすさん、365日の幸せさん、はるきんぐさん、あ、次男さん、じゃぼてんさん、レフトさん、けんけんさん、くじまささん、ざんたくさん、ちんちょうげさん、そりょうさん、ギターマンさん、いわしやさん、みがめさん、ハイキーさん、ズーミーさん、キーフトありがとう。こんばんはです。卒業がちょっと続きますね。びっくりしました。南さんの卒業は私知らなかったので、なんかその卒業するしそうな雰囲気っていうのも私は分からなかったから、何も知らなかったです。こんばんは。分かんなかったかな。なんかどんどん先輩方がいなくなっちゃう。どうしよう。悲しいですね。
今知りました。私もさっき知りました。あのショールームのイベント参加しますって言って携帯を閉じて配信を始めたので、そのツイートの1分後に石田みなみさんの卒業っていう発表がを見ずに携帯を閉じたので、この今配信でリアルタイムで知りました。こんばんは。そうですか。今日ね DMM ねちょっとつけてたんですよ最初の方で。もメイクとか、 なんか髪の毛とか、なんか服着替えたりとかしてたらちょっと途中で画面閉じちゃって、それで最後まで見てなかったので、だから配信もさっきまでもしちゃんと見てたら仕入れたんだけど、信じられない。マジかマジか。なんかずっと嘘、なんか現実として受け止められない。なんかずっとなんかエイプリルフールみたいな感覚、絶対嘘だみたいな。でも公式アカウントからツイート、そんな嘘はツイートされないし卒業していく方がちょっと多すぎて、あれおかしいな、おかしいな。もう公演が怖い。そうだよねちょっと待ったがあるかもしれないとかね。逆にアフタートークだけ見ました。あ、そうなんだ。ちょっと気持ちが追いつかないよ。もうももちゃん以降ないと思ってたらまさかのだったよ。寝込んできます。2月3日に戻ってきますイベントになったら戻ってきてくれるんですね。なんて言ったらいいかうまく言えないけど、でもやっぱりそうですね、たくさんお世話になってきた先輩方、みなみさん、悲しい。いやこれ絶対嘘でしょ、絶対嘘だ。ちょっともう一回見てみるね。もう一回見てみる。
当だった。本当でした。本当でした。これは嘘ではありませんでした。訂正されていませんでした。ちょっとほっぺた叩いてみますね。いや、これは現実でした。痛いです。拗ねるのは？あ、痛いです。痛いです。現実です。後輩が育ってきたから先輩も安心して任せて卒業されるんだよ。育ってないですよ。てか私はもともとあれだけどねあの年上後輩だけどねそう、年上後輩だから私はもう成長も何も先にどんどん成長しちゃうんですよ。そのアイドルとしてはまた別で、人間としては年を重ねるのは先なのでずっとなんかあれだけど、今日が4月1日ならば可能性は、そうですね。でもエイプリルフールでも卒業しますっていうさ、嘘はちょっと良くないよね。兵庫で卒業公演ですね。書いてますね。頑張ります。頑張ります。後輩。写真集イベ出るってことは水着もチャレンジ OK なの？あ、なんか言われたんですよ。水着を着なくてもいいっていうのは。でも写真集出すってなったらやっぱりみんな水着を見たいだろうなって思って水着は着ようと思ってます。 でもなんかあもう水着着るの初めてだから、もし写真集出せるってなったらちょっとかん。でもそれはあれですよ、水着別に着てもいいけど、その着れるのはやっぱランクインしないと入れないものなので、もう皆さんのお力添え、皆さんのお力が必要なので、もう水着、私の水着をなんか見たかったらあの力を貸してください水着だけじゃないけど写真集。こんばんは。いつかはみんな卒業するから、それがちょっと早かっただけって考えるようにする。まあそうですよね。うん、部屋着が好き。さっきゴールド購入してきた。ありがとうございます早い行動が。部屋着いいね。あ、でもみんなのその自分でプロデュースできるから、みんなの意見をあの取り込んで一つの作品をもしランクインしたら作りたいなって考えているので、よろしくお願いします。
力を貸してください。私はもちろん1位を目指してます。3位まで3位までは写真集が出せるので、ふみふみさんギフトありがとうございます。私パスポート持ってますよ、大丈夫です。1位は海外、そうなんですよ。かずきさんギフトありがとうございます。そう、海外なので1位を目指しても、パスポートはきちんと10年のやつ持ってるので、皆さんよろしくお願いします。海外で撮影して渋谷に広告出る、そうなんですよ。写真集イベントは自分の写真集が出せるのと、あと広告、1位と2位は広告に乗ることができます。イベント始まるまでは余計な課金ギフトは投げない方がいいね。そうですね、皆さんちょっと貯金していてください。一冊に3人じゃなくて、そうなんですよ、一人ずつに一冊です。決意表明、私が一番最初だったのかな。でも確かにそうかもね、見てないけど、みんな言ってなかったかも、わかんない、誰が出るのかわかんない。これ立候補制なので、さとしさん、バラちゃん、猫舌さん、ギフトありがとうございます。はい、立候補制です。そうなんですよ、正規メンバーは3人ランクインしたら写真集を出せて、で1位の人は海外で撮影駅に広告が出る、2位の人は国内で撮影して渋谷駅に広告に乗れる、3位の人は広告はできるっていう感じです。3位以内に入れたらとにかく写真集を出すことができる。それでこの前捨て星亡くなった話をしたの、そうそうなんですよ、捨て星が亡くなったから、また私はその捨て星が亡くなってからイベントに出たことがないので、またちょっと違うんだろうなと思って、
ルールなんかねいろいろ変わってるからね。そうなんですちょっとこのイベントの話をこうやってする前にルール変わりましたよねとか欲しいってもうなくなりましたよねとかっていう話をしてたのは、まあこのイベントの見合わせみたいなものでした、はい、なんか3週とかがもうなくなったんですよね。今あるのはこのキラキラ星、キラ星だけなんですよね。でなんか午前3時と午後3時のタイミングでキラキラ星がもらえるタイミングがあるんだって。で1回の配信でキラキラ星は100個投げられるんだって。だからお昼と夜で配信したらお昼配信に100個、夜配信に100個、合計200個投げられるんだって。そう、15時でキラキラ星、キラ星がもらえるタイミング、一旦そこが切り替わるタイミングだから、午前配信、午後配信みたいな感じでやりたいと思います。そうだからまあ朝と夜かなって感じかな。朝やって、で15時をちゃんと過ぎてる夜にやって、朝配信夜配信って、そう短くこう小刻みにやらなくてもいいとのことです。だから2回配信がまあ基盤かな、基盤になるかな。朝晩でお星様を投げればいい。そうだと思います。うん、こんばんは。そうです、配信時間は制限があって、今回3時間制限があるので、からスケジュール的には朝1時間半やって夜1時間半やってっていうのもありだし、朝1時間お昼、朝1時間夜2時間みたいな感じでもいいし、この間の、あ、この間ですよ、間違えた土日とかだったら土曜日はお昼の15時までに 1,2 時間やって、夜また 1,2 時間やるみたいな感じでもいいし、そうなんですよ、制限があります。お昼やってもいいけど、平日だったらみんなあんまり来られないと思うから、土日はお昼やってもお昼の時間やってもいいけど、
まあ基本朝晩かな。そう、15時までに1回配信すればいいから、そのタイミング、その切り替わりのタイミングさえそのね、間違えなければそれでいいのかなって思う。それか朝1時間、お昼30分、夜1時間半とかでもいいかなって思う。朝昼晩やるんだったら。チャイコさん、音符ありがとうございます。皆さんにちょっと負担をかけてしまいますが、よろしくお願いします。でもその分私もたくさんそのイベント中にみんなが楽しんでもらえるような企画を考えているので、あい、5時早起き頑張ります。なのでこの間の配信はちょっとした気合スイッチを入れたものというか、ちょっとした私の中で練習でした。長時間やるっていうそれが言えなかったから、なんであいこじやってるんだろう、こんなに長くやってるんだろうみたいな思ってたと思うんだけど、私の中で気合を入れた配信だったんです。はい、まあこの間はそれ以上3時間以上やってたんだけど、そうなんです。でも本当にルームズデイで優勝のプレゼントをもらって本当に嬉しかったんですよ。 BLT さんに掲載できて、でそれで私は今までイベントでこういうので勝ったことがない、優勝したことがないからって言って、今回はみんなとどうしても頑張りたいって言って一緒に撮れたのがすごく嬉しかったので、また今回も皆さんと一緒に頑張れたらいいなと思っています。よろしくお願いします。本当にいつもわがままばかりすみません。ありがとうございます。もしよかったらドゥームズデイで頑張ってくれた皆さんも参加お待ちしてます。せいちゃん、ハルキングさん、黒騎士さん、長吉さん、チャイコさん、ジャパンさん、ギフトありがとう。 BLT ゲットしました。お、ありがとうございます。BLT さんの記事からすごく嬉しい気持ちが伝わりましたありがとう。そうなんですよ、インタビューにもいっぱいおしゃべりしましたよ。理想は3枠ですか、スケジュールの関係で2枠でもいいよ。
確かにね。また提供魂にするんですか。また提供魂、提供魂。でも違う合言葉考えたいね。確かに時間厳守魂。何にしようかな。でもなんか合言葉考えよう。愛子の写真集見たい？うん、こんなんだったらごめんね。2月3日から2月3日2月3日の5時から2月3日は5時スタートなので5時からやりたいと思います。水着ありかなしかだけ宣言して。そんなこと言われたら、そんなこと言われたら、そんなこと言われたら、悩むけど、でもまあ水着は着ますよ。それでモチベが変わってくる。もう水着といってもいろいろありますし。じゃあ分かった、水着着ます。分かった、プロデュース自分でできるけど水着は着る。水着水着お兄さんですね皆さん。水着お兄さん、
綺麗なお洋服着てほしい、優しい。でも多分水着を着ないと、水着を着るっていうのあれがないと、その自分の中で水着を 着る機会があるっていうのが自分の中でないとあれかもね、頑張れないかも。私もからだづくりが出てこなかった本当に皆さんセクハラコメントやめてください。いいんだよ、大丈夫です。写真集の話っていうのはもうこうなっちゃうので仕方がない。もういいよ、もうみんな、もう変態でも何でもいいから力を貸して。じゃあもういいです、はい、もうセクハラコメント、はい、もう大量発生大丈夫です。もうでもこの期間だけですよ、この期間だけ許します。でもそ、でも私にセクハラコメントするんだったら、もう変態でも何でも構わないので、もうただ力を貸してください。じゃあその代わりその代わり、まあ本当はダメだけど、みんな変態になっても構いませんが、期間中その分変態に なったらなった分だけ、みんながそれと同じ分だけ の力をくれないと、私はその変態という存在を許しませんから。変態ってメールに書くと引っかかります。お話し会で、てかこれ私が言い出したんだけど、変態のことを変態って言ってるんですよ。でそれをショールームで、変態の皆さんこんにちはとか言ってたら、そのお話し会とかチェキ写真会とかの名前登録に変態って書いたら、変態は不適切な言葉に見受けられるためみたいな感じで禁止になったんですよ。その変態を連想するためみたいなでもこれ私がね言い出したことなんですよ、変態って。そうなんですよ。でもダメですよ、本当は。公式上変態ってダメだからね。でも2月のこの期間だけ特別に私が許します。もういろんなところで変態を名乗ってください。でもそう、でもさっきも言ったように、その代わり力を貸してくれないと私は許さないよ、許さないからね。ただ変態が湧いてるだけだったら、この配信に湧いてるだけだったら許さない ここだけの言葉だから、応援してね。もう名乗りたくなかったら名乗らなくていいですよ。捕まった変態に見つかった、
逃走中こんばんは。いや、とはいえね、そのちらほら今見受けられましたよ。水着だけじゃなくって、その上品な洋服を着てるのを見たいとか、その和服が見たいとか、まあそういった言葉もプロデュースできるので、そういった皆さんの意見も取り入れて出せるんだったら頑張って3位内ランクインして出したいと思います。ワンピースノースリーブ、あのね、この中にも普通の方いますからね。普通のなんかみんながなんか変な人みたいに言って、ほとんどが変みたいな感じで言ってるけど、普通の普通のその感覚の持ち主っていうか、なんていうかなんて言ったらいいんだろうそう、布少なめだけが全てじゃないっていう方もいますからね。はい、そう、この中にはあのそういう刺激の強いものは結構ですっていう、そういうのが見たいんじゃないっていう人もいますからね。そういうのじゃなくって、部屋着とかこうちゃんとこう洋服を着てて洋服着てて、なんかこう素の部分とか、なんか寝起き感とか、寝て似てる感じ、なんかまったりしてる感じがいいとかっていう意見もありますから、そのなんかこう過激なものばっかりを求めてる方ばかりではないので、そう、純粋に私の私がそうおしゃれした姿を見たいとか、ちょっといつもとは違うけどこういう姿見られないよねっていう、いつもとなんか、うん、違うけどってか、いつもの感じも出しつつ、なんかちょっと雰囲気違うよねみたいなのを見たいって方もいるので、笑顔が見たいとか、歯磨きを歯磨きシーンが見たいとか、そういう方もねいるので、和装、待って待って、コロッケ作ってるところはちょっとマニアックですねパンを食べながら走るもまあまあマニアックまあいいんですけど、でもとにかく皆さんが応援して応援してくださる以上に私も
頑張りたいと思いますので、なのでいろいろ企画を今考えてます、計画してるので、2月3日からの1週間はみんなをイベントっていう名目ではあるけど、みんなを楽しませる期間にするっていうのを大事にしていきたいと思います。退屈させないような配信にするので、頑張るのでよろしくお願いします。ソロ写真集、そうですね、毎日見に来ます、ありがとうございます。こんばんは、4時に起きなくていいの助かります。そうですよね。UT 先ほど受け取りました。おお、ありがとう。そう、楽しくやって結果が出たらいいなと思います。そう、星じゃなくなったのがだいぶ私の中で参加しやすいあれだった。3月のお話し会とソロ写真集イベント、どっちを優先させたいか。このイベントの方かな。今は目の前に今イベントがあるので、お話、あ、でも、難しいけど、目の前にあるこのイベントに今は力を注いでいただきたいかなと思います。はじめまして、はじめまして、こんばんは。はじめまして、こんばんは。明後日からなので、ちょっと明日の配信で皆さんにこういう感じのスケジュールで、大方こんな感じでやっていきますっていうのを伝えられたらなと思います。2月3日4日5日6日7日8日9日イベントは土曜日からです。
作戦会議も兼ねてやりましょう。こんばんは。研究生は別ですね。研究生と正規メンバーでイベントは分かれてます。一応メダルは何のメダル設定したらいい？何のことをメダルって。メダル？なんだろうこれ。対象ギフトはまだ分からないです。つけるメダルで あーブーストできることもあるんですね。じゃあこの設定するメダルによってギフト投げた時にポイントが2倍とかになったりするってことか。それはまだちょっと分かんないです。対象のポイントとか、ポイントじゃないギフトとかはまだ知らされてないのでそれは分かんない。ハマンさん、ホッシーさん、ブンさん、さわやかさん、チャイコさん、ハルキングさん、豆太郎、大きなさん、空飛ぶドラえもんさん、ダイソンさん、ギフトありがとうございます。来たばかりで話が見えてないです。あ、今ねイベントの話をしてるけどそんなになんかあれですよ今はルール説明みたいな感じでしっかりした話をしてるわけではないです。みんなに何か教えてるってわけでもないし、 Q&A やってるとかでもないかな。こんばんは。そうです、今の配信のこれまでの流れ的にはショールーム写真集のイベント出ます、水着はじゃあ皆さんの意見を取り入れて水着は着ます。で、まあもう今出てるそのイベントの期間とか、それから何時間配信できるかとか、星はなくなったよねとか、あの変態が湧いてるねとかまあこの期間変態が湧いてもいいけどその分力を貸してねとか、まあ、そういう会話をした、そういった流れですはい、今ここです。今ここなので、なんかそんな細かいルール説明とかこういうのをやってほしいとかこの日からこの日は何時間やって何時間やってみたいな細かいことを言ってるは説明とかは別にまだしてないです
です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 。タイムテーブルは私が考えます。基本的に朝昼晩もしくは朝晩2枠から、3枠で配信すると思います。でも皆さんも星投げとかでもし投げ慣れてたり、そのショールームのルールが今年になって変わったので、それ以前のものに慣れていたとしたら、まあ、今回私もルール改正後に初めて参加するイベントなので、結構同じ感じでちょっと探り探りになってる方もまあ多いんじゃないかなと思うので、私も一緒に理解を深めながらやっていきたいと思うので、お互いに頑張りましょう。あと絶対楽しい期間にします。楽しい配信にするので、どうぞイベントの応援よろしくお願いします。そう、刻まなくてよくなったのはね、いいんだよね、すごい。みんなも私もちょっと負担が減ったのかなって思います。じゃあそろそろ配信を終わりたいと思います。皆さん今日もお疲れ様でした。配信ありがとう。みんな今日もよく頑張りました。今ちょっと連絡が来たんで、ちょっとお仕事をしてきます。私は今からなんかアンケートに答えないといけないことが増えました。みんなに拍手。頑張ったみんなに拍手。お疲れ様、見てくれてありがとう。13位あんちゃん、12位ふみふみさん、11位さとしさん、10位はるきんぐさん、9位レフトさん、8位ハイキーさん、7位普通の変態さん、6位ジャボテンさん、5位ズーミーさん、4位チャイコさん、3位バラちゃん、2位クジマスさん、1位はケンケンさん、ありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。